明治時代の占い師占いとは様々な方法で人の心の内や運勢や未来など直接観察することのできないものについて判断、予言することやその方法を言う。木船や船木とも言う。真実の口をモチーフにした業務用占い器。口の中に手を差し入れることで手相を占える。辻占い師。大正時代占いを鑑定する人を占い師。 占い鑑定士、牧者、駅舎などと呼ぶ。また、場合によって、手相や、気学家、人相家などとも呼ばれる。客からは、先生と呼ばれることが多い。また、日本では、当たるも発揮、当たらぬも発揮と昔から言われているように、占いは他の業界と違い、必ずしも当たらなくても通用する面もあることから、占いを、裏がないという意味で、 占いと軽蔑の意味を込めて書く場合もある。占いの関係者の中には、占いは統計によるものと説明する者も,もいるが、占いは独自の理論や個人の経験で構成されている面が強く、必ずしも統計や統計学、科学としての研究との関連があるとは言い難い。例えば先生術は古代においては天文学と関連したものであったが、天文学が 自然科学として発展したため現在では学問的な裏付けがない。またこれは風水においても同様で、風水に地理の別名があるように、かつて地理は社会科学の地理学に相当する知識と地理による喫境を占う地層術が根源となったものであった。実際、これまで占いには統計学などの科学的要素が入っているという説が提示されたことはあるが、 科学的な根拠があると認められたことはない。古代ギリシャや古代ローマで行われていた生贄の動物の肝臓の色を見ることや中国で行われていた熱した細い金属棒で動物の肩甲骨や亀の甲羅を焼く行為に関してはその占いに使われた動物の栄養状態がわかるため都市建設と農作物の育成に関してだけはそれなりの根拠があったが時代が下るにつれて 本来の目的以外の占いに用いられるようになり、また池に家を採取する場所も問わなくなってきたため、根拠がなくなっていった。しかし、現代においても、占いを信じる者は少なくないため、占いはしばしばビジネスとして扱われている。中には、霊感商法などの悪徳商法に発展することもあるが、こうなると、占い師が詐欺罪に問われることもある。 占いの提供のされ方としては、従来より雑誌や本の他に、占い師が直接占う対面鑑定、電話で鑑定する電話占い、チャットを利用したチャット鑑定等があるが、インターネット業界の進展により、占いコンテンツとして提供されるケースが多くなっている。占いは、その信憑性が科学的には証明されていないが、不思議な効果を発揮したとみなされることがある。 例えば昭和の駅清と呼ばれた加藤大竹は野球くじを占い、小学の購入の時はよく当てたという伝説が残っている。そのため占いが当たっていようがいまいが当たったように見せる機構があるのではないかという考えがある。その機構として想定されているのがバーナム効果、コールドリーディング、ホットリーディングといったものである。本来、 占いと霊感は別のものであるが、どちらも運勢や未来などを判断するという点が共通している。そのため、霊能者を名乗った方が営業上特策であるということで、占い師が霊能者を自称することがままある。明治時代に合図で活躍した駅舎の中川万能城は、農民のために駅舎を名乗った。新言密教、宿用道、修験道を修行して民間療法、 呪術、占いの大やと言われ、地域の人々に無料奉仕した。金村の大東流愛機呪術の創始者、武田総閣は同じ技術を得得して、ソロ版占い、足止め術、独身術、気合術を見せた。主言道区伝の規定を守り、二人とも霊能者とは名乗らなかった。占いは、大別すると命、占い、層の三種類に分かれ、 占うものは目的に応じて占いを使い分け、組み合わせる。また命、占い、そうに言い、山を加えて、後術とも言われる。後術や命、占い、そうは中国では一般的な言い方であるが、日本には1967年頃台湾の長命長が伝えたのが最初とされる。実際、台湾の占い師の看板は、大抵、命、占い、 そうか、語術のどちらかである。長明朝によれば、中国の語術は、記号を類型化による、経験則の集大成であり、科学とは言えないものの、霊感などのような反科学的な要素は含まないという。逆に、科学は時間に記号をつけて類型化するという発想は、ないし、観察した経験もないから、語術を否定する根拠を持てないという。語術に意が含まれるのは、 中国医学は語術の命などと全く同じ方法で、つまり、記号類型によって成り立った伝統医学だからである。語術というのは、機能面からの分類だが、方法論的な分類としては六大化とも言われ、大人数、鬼門遁光、六、水の絵人化、唐栗奇数、星平海海、宿陽炎金、という六種の十数を、語術六大化という。誕生日ごとの、 あなたの運勢、運命、宿命などを占うもの。誕生した、青年月日、時間や、生まれた場所の要素も加えることによって、その人の生来の性質、傾向、人生の流れなどを占う。水眠とも呼ばれる。人が関わり合う事柄を占うもの。何かを決断するときなどに使うことが多く、占いによってあることを定めることを牧場と称される。時間、事象。 行為など基本にして占う。占う事象を占いをする時期、出た内容などとシンクロに指定させてみる。わかりやすい例として、一輪の花を手に取って、花びらを一枚一枚積んで、好き嫌いを判断する恋愛占いや、鉛筆を転がして行う、鉛筆野球なども、その一種である。ちなみに、占いの文字は、喫光占いの割れ目を意味する、象形文字を原型としている。 また、占いの文字も同じ系列に属する。姿や形など目に見える事象や環境から対象となるの人への現在の影響や今後の運勢などを見る占い。マスカはコウによれば、いわゆるアテッコゲームは、かつて神託を伝えるための儀礼であり、そのような従具としてのサイコロ等がありとあらゆる宗教で用いられたらしい。朝鮮には四世紀頃、 占いとしての博打が取り入れられ、1910年に日本によって禁止されるまで、祭礼で、巫女が賭場を開き、事故の延長としての財産をかけて、占いを行ったらしい。また、いわゆる将棋やチェス等の万丈遊戯も、元来、天体の動きを真似て、将来を伺う行為であったらしい。また、神社では、鳥へ投石をして、乗るかどうかで占う風習があったという。 旧約聖書のイザヤ書には、雲の形を読む、牧者、肝臓占い、あるいは口寄せによる、占い師、星占いや夢解きをする、占い者が求断され、エゼケール書21章26節では、バベルの王が矢を素早く動かし、神の像に伺いを立て、肝臓を見て占ったと書かれている占いは、古代から行われてきたが、アブラハムの宗教ではこれを、異教のものとして否定している。 例えば、旧約聖書では、民数記十八章九から十四節、二十三章二十三節、サムエル記十五章二十三節、エレミヤ書二十七章九節、新約聖書では、首都行伝十六章十六から十九節、クルアーンでは四章九十節で邪悪な行いとして、知り添けられている。これら三つの唯一心境は、共通して、占いを悪魔や悪霊の、 わざとしている。とはいえ中世のキリスト教圏イスラム世界では先生術が行われていた。現代でもイスラム圏にはコーヒー占いが親しまれる地域があり、欧米でも各種占いが盛んである。信仰者の中にはこの状況を嫌う人も多く、占いがニューエイジ思想や心霊主義とともに非難の対象になることも少なくない。 なお予言者は、エホデと呼ばれる方位の胸ポケットに入れた、ウリムとトンミムと呼ばれる石のくじを無作為にとって、どちらが出たかで神の啓示を得る、という方法を用いていた。サムエル記14章41節には、予言者サウルが、そのように使う様が描かれている。使徒原稿61章26節の、くじもそれに類するものと考えられている。 スタニパータ360説では占いを完全にやめた修行者は正しい遍歴をするようになると語られている。927説ではアタルバベーダの呪法をはじめとする占いや術が仏教の徒である以上やってはいけないこととして否定されている。チベット仏教ではサイコロ占いが仏教の教えと矛盾しないものとして行われている。 サイコロ占いの手引き書を書いたラマも存在している。文殊師利菩薩及び所詮諸説記教事実前悪祝要業という先制術を説く経典があり、これをもとにした祝要道が空海によって日本に持ち込まれている。官無量受刑には占いの結果によって親子が疑心暗鬼となり、一国が滅亡の危機にさらされる説話が含まれている。浄土真宗では、 占いが無益な迷信として否定されている。未来を予知し、物事の可否や良し悪しを判断する牧戦があり、方法は多種多様である。多様な法術を、漢女芸文史、数術略の分類法においては、天文、歴史、五行、目どぎ亀雑占い、形法の6種類に分類される。正当とされたのは、牧税で、院代は、吉甲占いによって、 国家の大事を図り、集大は税畜占いが流行し、関大は現在の液橋が完成したとされる。雑占いのうち、道橋と関係が深かったのはい、くじ、たすくみである。い、和病と呼ばれる同士たちが修行する寺院などに常備されている占いの道具である。木や竹製のはまぐりが倒しており、これを二つ同時に投げて、裏表で吉橋を占う。 九じは日本のおみくじに相当する占いの道具で、はい、と同じく病に常備されている。タスくみは木や弓や実などに長さがおよそ70センチほどの柳や桃の木の股になった枝の筆を吊るして砂の入った板の上に二人がそれぞれ枝分かれしている。橋を一方は右手でもう一方は左手で支えながら立てると心霊が筆に寄り付いて一人でに 動き神様の答えが書かれる。有本由美子、スピリチュアル市場の研究、データで読む急拡大マーケットの真実東洋経済、新報社 2011ISBA の9兆7844億9276万 1991P21、九スカワ・コウイチ、バンジョ一ユーニー法政大学出版局、中沢淳、つぶて法政大学出版局岩波、 委員会役聖書、伊沢ヤ書岩波委員会役聖書、エゼキエル書、死との働き、死との補充。2020年7月8日閲覧。タライラ魔法を日本代表部事務所ホームページ、チベットの占い、占いと、仏教、サイコロによる占い、野口哲郎福井文が、坂出義信、山田敏明、東京辞典、平川出版社。 ISBN 48億9203万2352野口哲郎福井文が山田俊明前田茂劇講座同郷第四巻同郷と中国思想小山各出版 ISBN 46億3901万6948久保の忠同郷の世界学生者 ISBN 9長7843億1120万656ありがとうございます。